またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ？今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。ええ。いや。ええ。で、俺に何をしろと？今、親父は荒れちまって手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ？先日の一件から親父は兄貴に一目置いてるみてえです。だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴兄貴って何言ってるんだ？だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろ。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたら、うちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあ自分、車回してきますんでお願いします。兄貴。Get out of there!
兄貴。兄貴。頭、桐生の兄貴。親父は奥です。さっきまで青森なんで暴れていたとこっす。へっ、ちくしょう、なんだよ、あったけよ。ああ、お、おお、これはこれは、桐生さんじゃないっすか。ええ、どうも、荒れてるみたいだな。分かった。ああ、俺が先から話を聞いてやる。なんでお前さんが。俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。安心しな。別に先を連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今は先のことだけを考えようじゃねえか。お前、あんたんとこの若いの借りるぜ。行くぞ、リギア。はい、兄貴。ありがとうございました。兄貴。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
そうです。いらっしゃいませ。誰だお前、竜道一家のやつか。サキはどこだ。あのガキのことか。ガキなら親分の部屋だ。だがお前はあのガキに会う前に死んじゃうけどね。ザコに用はねえ。通らせてもらうぜ。大した自信だな。遠慮はいらねえ。ぶっ殺してやれや。来いよ。おら、痛い目見ねえとわかんねえか。せ、うん、た、邪魔だ。うわ、うん、す、う、た、た、せ。
サキ。流動一家の新入りか。一人で飛び込んでくるとはいい度胸だ。俺は流動一家じゃない。その子を取り返しに来ただけだ。何おかしなこと言ってんだ。このガキに用があるのは中原だけだろうが。理由はどうでもいい。とにかくその子を返してもらうぜ。ふざけんな。大事な取引の材料、そう簡単に奪われてたまるか。取引だと？そんなことも知らねえで来たのか。とんだお人よしだな。しかし、かわいそうな娘もいたもんだね。父親は目の前で首吊り、母ちゃんは男のために実の娘まで誘拐しちまうとは。こりゃ世も末だ。ちょっとあんた、何言ってんの。あんたこの前サキと一緒に3人で暮らそうって。俺が本気でお前みたいな豊島の女相手にすると思ったのか。お前はもう用済みなんだよ、おばさん。嘘でしょ。ねえ、嘘なんでしょ。何言ってんのよ。嘘だって言いなさいよ。話せ話せ。この甘ずれ。うまく避けたじゃねえか。さあ、次はお前の番だ。お前をぶっ殺した後、その指全部中原に届けてやるぜ。気乗りしねえな。だと？殴る価値がねえ奴と喧嘩するのは好きじゃねえ。何一人で格好つけてんだ。だが、てめえみてえな奴をのさばらせておくのはもっと好きじゃねえ。ああ？来やがれこの下道。
Ah!
やろう。なんでこんな奴が沖縄に。大丈夫ですか兄貴。お嬢、さっき中原の親父さんな、お前がいなくなってすごく心配していたんだ。お前がな、本当の母親のとこに行っちゃったんじゃないかと思ってすごく寂しがっていたんだ。お前は中原と母親どっちと一緒にいたいんだ。何が娘よ、何が母親よ、バッカじゃないのあんたたち。何、私はね、この子のせいで人生めちゃくちゃになったのよ。生まれた時からいっつも邪魔だった。この雨、お嬢の前でなんてこと。うるさい、私に触らないで。そんなにその子が欲しいんならあんたにくれてやるわ。クソ、なんて母親だ。実の子の目の前で。これじゃあ咲があんまりにも。咲なら大丈夫だ。スケッチブックの中身見たことないだろう。ああ見てみろ。いつも見守ってくれてありがとう。もう答えは出ていたんだ。咲はあんたの本当の娘なんだ。
そうだろう、サキ。サキ。サキ。ありがとうな。ありがとうな。サキ。サキ。今回の一件、あんたには本当に世話になった。この中原茂、任侠道40年、あんたほどの男、見たことがねえ。やめてくれ。いや、そうはいかねえ。俺はあんたとどうしても兄弟の杯を交わしたいと思ってる。何？失礼します。何してるんだお前ら。キリュウの兄弟、頼む。俺はあんたに惚れちまった。杯を交わしてくれ。と言ってもな、俺はもう極道じゃねえんだ。そんなことは関係ねえ。要は俺があんたに惚れたってことだけだ。それで十分。勝手な話だな。売借人もいねえが我慢してくれ、頼む。売借人なら俺が引き受けますよ。大吾。お久しぶりです、桐生さん。どうして大吾がここに？例の沖縄リゾート開発の土地買収の件で。リゾートの土地買収だと？ええ、実は今話題になっているリゾート開発に必要な土地の買収、沖縄の東上会傘下の組織が中心となって進めていたことなんです。なんだと？まさかその東上会傘下の組織ってのが玉城組だってのか？そうです。玉城組は東上会の下部五次団体にあたる組織です。その玉城組が東上会の本家の許可もなく勝手にリゾート開発の土地買収を進めていたんです。どうして玉城組は土地の買収を？例のリゾート開発計画の立案者である鈴木大臣が土地の買収を玉城組に依頼したというのがことの発端です。あのリゾートは一定の広さの土地を揃えることができないと動かない計画なんです。だからあの土地が必要なのか。はい。リゾートに必要な土地を確保するためにはどうしても現地に詳しい組織に任せる必要がありますからね。玉城組は格好の存在だったというわけです。その話は分かった。だがどうして大吾が沖縄に来る必要があったんだ？玉城組の土地買収のやり口は非常に強引なものでした。他人から土地の権利書を奪い取るようなことばかりしていましたからね。じゃあうちの先をさらったのも俺の土地の権利書が目的だったのか？おそらくそうでしょう。玉城は中原さんのお子さんを誘拐し身の代として土地権利書を取引するつもりだったのでしょう。くそ、玉城の野郎、手の込んだ真似しやがって。玉城組のような強引な土地買収を続ければいずれ大事になるのは明白です。リゾート開発にヤクザが絡んでるなんてスキャンダル、世間に知れたらリゾート開発はおろか基地拡大法案まで白紙に戻る可能性があります。それで民谷さんは私のところに事態の収拾を依頼してきたんです。そうなのか。世間でささやかれている通り基地拡大法案とリゾート開発計画はワンセットなんです。それはどういうことで？あの二つは持ちつ持たれつの関係なんですよ。どちらかが倒れたらうまくいかなくなる。リゾート開発がなくなれば基地拡大法案だけが残ってしまい、住民感情から法案が通る可能性がなくなります。だからある意味タミヤさんにとって
リゾートは自分の基地拡大法案の生命線なんです。なるほど。それでタミヤは自分の基地拡大法案にケチがつかないよう大吾に事態の収拾を依頼したってわけか。ええ、そうです。私は今回の仲裁をこちらのトーマ君に頼まれ、タミヤさんと一緒に沖縄まで。タミヤ防衛大臣の秘書をさせていただいています、トーマ翔陽と申します。ほう、その年で大臣先生の秘書さんとは立派なもんだな。いえいえ、私はタミヤ先生のご指示に従っているだけの男です。しかし土地の買収を止めてしまえばどのみちリゾート開発も進まなくなるんじゃないのか。結局タミヤの基地拡大法案は通らなくなってしまうだろう。その件に関しては地域住民との話を詰めながら進める予定と聞いております。どうしてそこまでして法案を通したいんだ。基地拡大法案を通せばリゾート開発よりも大きな仕事を成し遂げたことになり、次期総理へ一気に近づくからです。なるほどな。東上会としても本来なら下部組織の仕事を奪うようなことはしたくないんですが、ひとたびスキャンダルになってしまった場合、後々警察にマークされてしまう可能性も高い。それだけは何としても避けたいと思い、仲裁の役目を引き受けたわけです。そういうことだったのか。でもまさか桐生さんの施設が買収対象だったとは、正直驚きましたよ。まあしかしこれでどっちにしてもあの土地を手放さなくてよくなったんだからよ、よかったじゃねえか。まあな。しかし今回はこういう結末になりましたが、このままというわけにはいきません。いずれリゾート計画は私の手で必ず実現させます。どういうことだ。あんたはタミヤの秘書だろ。リゾートよりも基地拡大が重要なんじゃないのか。私は沖縄出身です。この辺境の地はこのままなら必ず廃れていってしまう。リゾート開発計画のように直接沖縄に金が落ちる仕組みを作らなければ、この島はいつまで経っても発展していかない。私はタミヤ大臣の秘書ですが、基地よりもむしろリゾートの方が沖縄には必要だと思っています。トーマさんしたっけか、あんた。はい。あんた沖縄の人間なら分かってんだろう。別に沖縄の人間がそんなこと望んじゃいねってことくらいよ。俺も最初は沖縄に金が欲しいならいいと思ったけどな、やっぱりそうじゃねえ。大事なのは俺ら沖縄の人間が愛せるままの沖縄ってことなんじゃねえのか。一度東京に行けばわかりますよ、いかに沖縄が日本にとって必要のない小さな島なのかってことが。私は何としても沖縄を豊かにしたい。そのためなら多少の犠牲は必要だと思っています。その犠牲が俺らの土地ってわけか。ええ、沖縄には海や砂浜は腐るほどあります。多少リゾートのために切り取ったところで問題はないはずだ。目的のためなら一人二人の犠牲は構わねえだなんて、いかにも政治家さんの発想だと思うんだけどね。でもよ、そんな土地に命張って生きてる人間もいるんだぜ。とにかく今回の一件、これで幕引きとさせてください。失礼しよう、トーマ君。はい。大吾。はい。もしまた東上会がここの買収に来るようなら、その時は一言言ってから来てくれ。俺にも守らなきゃならないものがあるからな。
分かっています。ですがご安心ください。俺が六代目のうちは沖縄には手出しませんよ。本当だな。ええ、俺は嫌ってほど桐生さんの怖さ知ってます。敵に回したら東条会が潰れちまう。ふん。東真君の夢は彼が総理大臣になった時にでもやってもらいましょうな。東真君、その頃はもう桐生さんもいい年になって、今面倒見てる子供さんたちも今の俺くらいの年にはなってますよ。それならいいでしょう。俺は結構しぶといぜ。そうでした。じゃあ今度はプライベートで。四代目。ああ。あのよ兄弟。ん？なんだ？あんたもしかしてあの東条会の四代目ってわけじゃねえよな。それがどうした？え？嘘だろ？四代目っつったらよ、こっちの人間でも知ってるぜ。確か堂島のりって、あんたひょっとして、キリュウ？まあ、今度から喧嘩を売るときは、ちゃんと相手のことを調べてからにするんだな、兄弟。はあ、なんかとんでもねえやつと、杯交わしちまったぜ。まあ、そんなこともあるさ。